はいどうも皆さん、初めての方をはじめまして、四季島と申します。よろしくお願いします。はい、というわけで今回やっていくのはエンリステッド、そしてようやく OBT オープンベータテストが始まりました。いろいろ変わりましたね。さすがに大型アップデートということもあって UI が変わったり、いくつかのねシステムなんかも根本から改善されたっぽいですね。CBT 組のレベルも、リセットされましたので、レベル1からなんですけれども、何戦かやったんですけれども、ちょっと違和感がひどかったんで、はい、こちら、課金しまして、で、CBT と同じぐらいのレベルまでちょっと戻そうと思います。やっぱりね、爆発パックが少なかったりしてね、ちょっと違和感があったんで、とりあえず課金してどんどん、レベル8だったかなまで行きたいと思います。はい、でまず飛行機で解除ですね。飛行機ね。で次なんですけど、これ M1 カービン実装されたんですね。ここはもともとモスバーグだったんですよ、オートショットガンのね。ただそのモスバーグが削除されて M1 カービンの方が実装されたんですね。ちょっと後で、練習モードで使ってみたいと思います。で、次、フレームスロワーですね。このフレームスロワー分体はね、あんまり強くはないんですけれども、まあ、とりあえず、通過点なんで必要ですからね、とりあえずアンロックします。フレームスロワーね、少し強くなってると嬉しいんですけどね。で、次、いよいよこれですね、ガーランドですね、M1 ガーランド。で、90分体ですね。とりあえずここまで、来ないと本番にはなりませんね。とりあえずはここまでです。初心者の方はですね、とりあえずここまで目指しましょう。で次、ピアットですね。ボマー、そうですね、まあ、ピアットぐらいはねちょっと待ってもいいような気もするんですけれども、まあここまで来たんでね、まあせっかくなんでもう課金してやっていっちゃいましょうかね。とりあえずあるのとないのじゃだいぶ違うと思うので、とりあえずまあここまでにしましょうか。とりあえず課金はここまでにしておきましょう。あとは自力の方で、上げていきましょう。あとはドイツですね。ドイツの方はまあ後で課金してこっちの方も、飛ばしてしまいましょう。セミオートマチックのねゲウェアですか、あそこまで、ここですね、このゲウェアまで飛ばす予定です。じゃあ次は平坦ですね。で、一応装備集めないとね。ガジェット類も大事なんですけど、まあ主力武器ですね。で、まずは気になる M1 カービンですね。こちらの方をちょっと試してみたいので、とりあえず何本か、何丁かやっていきましょう。で、重要なのはこのガーランドとピアットですね。まあ、ピアットの方はまあ後回していいとは思うんですけどね。そうこうやってね、確定ガチャになったんですよね。確定ガチャにね。やっぱり CBT の時のね、ガチャはね、本当に完全ランダムガチャはね、良くなかったですよね。やっぱりこうやって確定になったのはいいですね。じゃあまずはそうですね、ガーランドですね。まずはこのガーランド。これがね、本当に大事なんで、セミオートマチックライフルは本当に主力になるので、こちらの方は何本あっても、もう足らないくらいですね。そうですね、とりあえずは何丁か集めといて、とりあえず装備して使ってみましょう。ピアットはまあ取らなくてもいいような気がするな。とりあえずはまあこんなところかな。じゃあちょっと、装備させていきたいと思います。では早速、M1 カービンの方を使ってみたいと思います。そうですね、まあ M1 カービンですか。まあ攻撃力はライフル弾よりもね少ないと思うんですけれどもね、とりあえずガーランドですね、ガーランドはこんな感じ。本当にね打ちやすいんですよね、ガーランド。この小門と小生の形がすごいです、こんな感じですね。同打ち一発なんですね。同打ち一発で重傷もしくは即死ですからね。次 M1 カービンですねを使ってみましょう。M1 カービンは多分同打ち2発ぐらいで重傷か即死といったところでしょう。何これ、あ、バズーカある。これはスプリングフェイズバズーカか。バズーカ今ちょっとゲーム本編の方にはない。
トンプソンとパーカー、あ、使えるんだ。ちょっと後で使ってみましょう。とりあえず M1 カービィ反動軽いですね。あ、反動軽い。リコイルが相当制御しやすいですね、うん、上にしか上がっていかないのか。で、連射も効きますね。相談が15発で、この連射で、うん、これなら室内戦はガーランドよりも若干有利かもしれない。とりあえずちょっとバズーカですよ。え、使えるんだバズーカ。このバズーカね、ゲーム本編にはまだありませんからね。まあこの練習モードだったら打てるんですね、うん、あ、弾ないのか。あ、弾がない。弾か。あ、これっぽい。あ、これですね。あー、いい装填かっこいいバズーカの装填かっこいい、うん、ではちょっと打ってみます。速っ、弾速速い。あとすごいまっすぐ飛ぶ気がする。弾速速くてまっすぐ飛ぶ、これは使いやすいですね。ピアットよりもずっと使いやすいですね。次トンプソンですね。トンプソンか。ほんとね、今のアメリカのグリースガンが死んでるので、トンプソン、あーあー、連射力は速いんですけど反動も強いな。まあこんなもんでしょうかね。反動強いですね。連射力は高いんですけど、うん、ただリコイル制御はやってやれなくはないかな。ただリコイル方向がランダムですね、うん、反動がランダムか。ちょっと今からグリースガン打つんですけれども、このグリースガンの反動ってこれ円を描くような反動なんですよ。なので相当当てづらいんですね。近距離であっても円を描くような反動なのでね。それならばさっきのね、トンプソンの方がよっぽど反動リコイル制御としてはしやすいですね。では次にバーを使ってみましょう。まずはリッシャーですね。反動強いな。さすがに反動強烈ですね。まあバーをね、リッシャーで打つというのはちょっとどうかと思うんで、まあそうですね、副飛車ですか。とりあえず伏せて打ちましょう。バイポッドないんですけどね。まあいいや。あー、だいぶ良くなりますね、うん、副車だとだいぶ反動は良くなりますか。まあこれならば全然 OK ですね。ただ20発なんでね、まあそのあたりがネックかな、うん、まあこんな感じですね。では、大体の準備が整いました。うん、いくつかのね、武器もちゃんと装備させて、で爆発パックも、装備させました。大体はですね、このガーランドと爆発パックとメディキット、これがもう基本装備ですね、私のね、うん、これを中心にして、まあ歩兵分隊を組んでいきます、うん、まあ別にね、それ以外のものでもいいとは思うんですけれども、手榴弾とかがね追加されてもいいとは思うんですけども、まあとりあえずは基本的には、まあ、セミオートマチックライフルに、爆発パック、メディキットがまあ中心でしょうかね、うん、では早速、試合の方をやっていきたいと思います。どこだ。 あボックスのインベンジョンか。このマップでインベンジョンモードは初めてですね。新しく実装されたんでしょうかね、うん、ではここで、インベンジョンモードでやっていきたいと思います、うん、初めてですね、私ここでのインベンジョンモードはね。さすがに早いですね。もうあっちこっちでもうバンバンやってますけれども、戦車かな、今戦車がいますね、多分右側に。よし、くそっ、結構いいとこ行ったはず。はい、よーし、まずは戦車1両撃破ですね。よしよし、まずは幸先いいですね。うん、まあボマー分隊なんでね、戦車やってなんぼ、拠点も取れてますね。よし、いい感じ。あっと、もう一両来たかな。あれじゃないか、うん、あー来た来た。何、無ダメージなし、無傷。今のは外しましたけど、何、うっそ、え、ダメージ全然入んない。いやいやいや、おかしい。あれ、
おかしいな、ダメージ全然入んなかったですね。でも私が撃破した判定になりましたね。うん、あの戦車、私が撃破した判定になりました。サーバーのラグかなんかだったんでしょうか。おっとっとっと、これね、スチュアート戦車でね、バフ入ってませんかね、アップデートで。スチュアート戦車で対戦車やってるのって結構厳しいんですよね。バフは入ってませんね。そうですね、バフ入ってないか、しょうがない。味方の前進する意識高いですね、いいですね。味方がどんどん前進してくれるので、私もね、その流れに乗っていきますからね。これ中相当入ってますね、これね。ほいってます。さあどうかな、1キル。よし、あーくそ、あーやっぱりダメだ。まあいい、もうどん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 前進ですね。何にしろ味方のね、前進意識がすごく高いのが助かりますね。これはいけるのでは。おっ、さっき、あーくそくそ、エムかました。大丈夫かな、はい大丈夫、よし、もう入っちゃいましょう、どんどん。あー、もう大丈夫ですね、もう完全に味方が抑えてるんですね。これは頼もしい。うん、やっぱり同打ち2発ですね。 M1 カービンは同打ち2発で重傷キル確定ですか。いいですね、反動も軽くって、それでいて相談数も多いので悪くはない銃ですね。よし、近くに、あ、戦車いますね。よし、あの戦車は私がやってしまいましょう。ファインダーホール多分やったはず。はい、 OK、 やりました。では、邪魔な戦車を撃破したところで、もうね、あと少しで取れますね。あと少しで境界取れてしまうので、もうどんどん行っちゃいましょう。もうこの辺りでね、命を惜しんでもしょうがないのでね。うん、何、塔の上か、塔の、あんなベタなところから、くそ、今こそ復讐の時ですね。もうちょっと下か、この辺。何ああやって逃げんのっていうか、あそこ逃げられるのかっていうああいうところから逃げるのか、大胆ですね。ああいう人嫌いじゃないというか、めっちゃ近くに戦車いますね。近っ、はい、 OK、 よーし、ワンパンできましたね。敵の数多いな。ただ味方全体がね、本当に押しまくってるんで、こりゃいけるでしょう。よしよし、もうどんどん突っ込んでいくしかないですね。もう大丈夫かな、よし、もう行きましょう、もう行っちゃえ。よし、もう完全に押してますね。ああ、よしよし、完全に味方が入ってます。これはいけたのではねえ。はい、行きました。よし、ようやく取れた、ようやく取れたか。危ね、あんまりね、拠点内にロケット弾撃ってもしょうがないんですよね、建物壊れないんでね。なのでスポーンポイントと拠点の間あたりかな。くれ、1キルだけか。やっぱりね、あんまりバズーカというかロケット弾なんで、そこまで高い威力ではないですよね。うん、あ、もう1キル。これだけ時間をかけて補給ポイントまで戻ってね、1キルとかじゃもう効率悪いですよね。サード、2キルか。やっぱりちょっと航空機は効率悪いですね。さて、新しい拠点はどこでしょうね。このマップね、
普通はあっちの方へはもう入れないはずなんですけれども、行けますね。森の中か。あ、なんか雰囲気のいい森の中ですね。なんか怖いな、ここ行くの。あー、なんかすごい深い森ですね。あ、ここ沼地地帯か。あ、このマップ2つ繋がってたんだ。となるとあの辺は沼地ポイントの A ですね。 A ポイントですね。沼地マップのね、あそこが占領ポイントか。怖いな。あー、これ結構厳しいかもしれない。あ、何、車。車に轢かれました。うん、もう次の味方のね、ゴズメラッシュが来たらもう行きましょう。私自身も中入ってしまいましょう。もうラッチ開かない。はい、よしよし。うん、あ、来ましたね、味方のゴズメラッシュですね。よし、じゃあ行きます。うん、大丈夫だ。おっ、はい、危ない。よしよし。あ、だけど敵すごいいますね。はい、拠点確保、ナイス。よし、拠点が確保されましたね。よしよし。あと、あの戦車ですね、赤ピン出てるんで、とりあえずあの戦車潰したいな。最後のポイントあそこか。ん、あれだ、くれ、スタート。はっ。こうさ、なんていうか、ウォーサンダーにあったようなバグ的なものをエンリステッドの方にも輸出するのやめてくれませんかね、外人さんね。あのバグ久々に見ましたね。さてさて、重傷あたり壊せればいい。なんかいるな。サード、3キルか。うん、まあね、多分大体の重傷の方も壊せたと思うので、まあ航空機はこの辺で打ち止めですかね。うん、これね、この敵のリスポーンの速さは多分リスポーン地点自身が相当近いんだと思います。なの、おっと、戦車が。スタート。あー、あ、エンジンやった。よし、エンジンやりましたね。エンジンやった。なのでだいぶ遅くなってる。いるな。おっと、変なとこだった。あー、ナイスナイスナイス。もう一両、はい、オッケー。二人やったか。あと一人か二人か。よし、やった。うん、綺麗に決まりましたね。よし、ただですね、敵の銃声の音が相当多いですね。この銃声の多さはちょっとね、嫌ですね。相当数多いですよ。お、3キロ落ちて。よし、うわ、すげえ、あ、こんなにいんの。うっさ、ここ、これ中入るの無理ですよ、これ。これ中入るの無理ですよ。遮蔽物中ないですもんね。これ厳しいな。これ中入るの相当厳しいですね。遮蔽物、砲兵で作ってる暇もないと思う。あ、来た、キーボードが。よし、これ どうやって中入ればいいんですか。これ中遮蔽物がないので、入った瞬間爆発物投げられておしまいじゃないですか、これね。え、最後の最後で厳しいポイントですね、これ。敵のリスポーン地点相当近いと思いますよ。いや、くそ。最後の最後で相当厳しいポイントですね。ああ、もう味方のチケットが77チケットか。77でね、厳しいですね。
あれね、どうやって入ればいいんでしょう。なんか遮蔽物がほとんどないので、ねえ、ドイツ側からすれば定期的にね、爆弾を落としていれば大丈夫のはずなのでね、厳しいな。手榴弾とかね、爆発パックを定期的にポイント内で投げておけば敵をね、どんどん投げ払えるはずなので、それを考えると相当アメリカ側は厳しいですね、最後のポイント取るのね。もうチケットないのか、チケット2か、2チケットしかない、ダメですね、負けましたか。これ最後、これね、煙幕大抵っていうのもダメだと思います。煙幕越しにね、ただ銃を乱射したりね、爆弾を入れればもう守りきれてしまいます。ダメか。もうゼロですね。はい、リスポーンポイントがゼロになってしまいました。ダメですね。はい、もうリスポーンできませんね。最後の最後で相当厳しいポイントですね。あれは完全にアメリカ側厳しいですね。遮蔽物がないので、このマップね、この沼地地帯のマップはコンクエストモードであっても相当取って取られてが激しいマップなんですよ。ただね、ここまで、いやーでもな、ダメですね。最後はすごく大変ですね、あれ。だけど本当に基本的には楽しいですね。楽しかったですね。やっぱりいいですね。オープンベータテストが始まって、多くのね、人も来たらしくて、おっと、なんか、取れましたね。なんか取れた。ボマーか。ベストボマーかな。ベストボマー賞かな。が取れましたね。よし。で、第3位ですね。チーム内第1位の人すごいな。キルが100超えてますね。すごい疲れました。もう40分ぐらいやってたんでね、ほんと疲れましたね。はい、というわけで、オープンベータテストが始まったエンリセットでした。やっぱり楽しいですね。だいぶ UI の改善、システムの改善等々もね、本当に多く見られてすごく良くなってます。本当にゲームが快適になったという印象がすごくありますね。 CBT とは比べてもやっぱりだいぶ本当の全体的に改善が見られたという印象がありますね。そんな、エンリセットですが、現在オープンベータテストということで無料でね、遊ぶことができます。基本無料のゲームなのでね。なので、もし興味が湧いた方はぜひやってみてください。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは、四季島でした。